サブリナ・ファネーネは、アメリカ合衆国の女子プロレスラー。オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー出身。現在は WWE に所属しており、ナイア・ジャックスのリングネームで活動している。ザ・ロックことプロレスラーで俳優のドウェイン・ジョンソンのいとこにあたる。カリフォルニア州サン・マルコスのパラマール・カレッジでバスケットボールに熱中。その後、カリフォルニアでモデルとして活躍。 NXT 2014年に WWE とディベロップメント契約。WWE パフォーマンスセンターで基礎を学び、2015年5月14日に NXT のハウスショーでザーダのリングネームでデビュー、同年リナを経て8月にリングネームをナイア・ジャックスに改名。WWE 2016年7月19日、WWE スマックダウンライブにてドラフトが行われ、 RAW に指名された。2017年8月28日、RAW にて行われたサーシャバンクス対アレクサ、ブリスのロー・ウィメンズ・チャンピオンシップマッチで、試合後リングに上がり、王座に復帰したブリスを祝福。コーナーに上がって王座に復帰したことを観客にアピールするブリスを右肩に乗せ、リング内で歩みながら一回転しカメラの方を向いた瞬間表情が固くなり、 直後後方にそのまま倒れ込み、ブリスをマットに背中から叩きつけた。悶絶するブリスに対して微笑を浮かべると倒れ込む際にブリスが落としたチャンピオンベルトを手に取り、しばらく眺めるとそれを右手で高く掲げ、王座挑戦をアピールした。2018年4月8日、レッスルマニア34にて WWE ロー女子王座を保持するアレクサブリスに挑戦。 序盤より力で圧倒し、最後はコーナーの中段からサム・アンドロップを決めて勝利、ベルトをダッシュした。6月17日にオールステートアリーナで行われたマネー・イン・ザ・バンクでは、ロンダラウジーに反則勝ちしたが、その直後にミビー・ラダーマッチを制したブリースが、キャッシュインを行使。あっけなく王座から陥落した。2020年8月30日、ペイバック2022で、 シェイナ・ベイズラーとタッグを組み、WWE 女子タッグ王座に挑戦。王者組を破り、大冠を果たした、WWE 老女子王座 W、シェイナ・ベイズラー。ありがとうございます。